崩すことによってちょっと速くなりましたよね。で例えば今言ったのは18コイルは大きいサイズにしたわけだから、うん、もうちょっと短く弱くするんだったらもうちょっとゆっくりさせましょう。だんだんゆっくりになってますよね。でこれあのちょっと聞いててって言われるんですよ、教えてもらってる時に、うん、でこうやって今音にしてこれぐらい覚えておいて